さあ、魔界村ですが、再スタートしたいと思います。ステージ3です。あかん、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 怖っ。あ、こうやってかわすんですね。何あれ、博士的な。ムス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 。もう余計なことはもうムスムス。とりあえず3面からはちょっと攻略サイトを作っておられる方のサイトをちょっと参考にさせていただいて、まあ、特にあれなんですよ。アイテムの場所ですね。鎧の場所なんですけど、それをちょっと確認してながら行かないと。あー、やってもだ。あかんって、猛攻やんけ。猛攻ですね、あそこ。よしよしよし、まあコウモリはいけるわ。あ、なんだ。でも油断は禁物、ほんまにちょっとね、油断は禁物なんで、この3匹周期でゾンビ来るんで、3匹倒したらダッシュって感じが理想的かな。あー、またやってもたー。これもう、同期するときついなー。同期しちゃうとねー、このゾンビのサイクルとこいつのサイクルが、同期しちゃうとマジむずい。よしよしよし。オッケー。あれ、火ね。取っちゃダメね。あー、やばい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 。ちなみに、攻略サイトには、この3面のステージ3の前半は、簡単って書いてました。まあまあ、簡単な部類だと思います。確かにね。今の感じではね。もう一回行ってはいるものの忘れてますんで、そこは、ちょっと、本当に、結構初見に近い感じなんですけど、その気持ち的には。なんとなく覚えてるっていう。ただ、ここは正直あんま覚えてないんですよ。あんま覚えてないってことは、多分あんまり引っかかってないんですよね。まあ、そんなに難しくなくクリアしてるんでしょうと言いながら、すでに鎧を失う。いいんです、いいんです。もう鎧失ったってね、中間地点まで行けばいいですから。危ない。死ね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 。まあ、もう。え、むずくね？え、あそこどう行くんかな。多分ね、赤い時じゃないとダメージ入らないっていうパターンだと思うんですけどね。それはなんとなく間違いなさそうなんですけど。あー、やりが出た。くっちゃ。取りたくないですからね。槍の利点って正直あんまりないですよ。なんか槍以外で、ちょっと攻撃力が強いアイテム確かあったと思うんですけど、十字架みたいなやつ、射程距離が短いんですけどね、そっちはまあ最悪取ってもいいかなと思うけど、槍はマジでいらん。そのナイフに比べるとって話ですけど、ナイフに比べると利点がほとんどない。危ない。よしよし、かわしたかわした。オッケーオッケーオッケー。行ったでしょ、行ったでしょ。ドボミスさえなければ、ここ中間地点っぽいな。あー、危ない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 。しっけ。もしいいかな。はい、来た。おじいちゃん。おじいちゃんを。さあ。よいしょ。ここはね、だいぶね、この動画撮影前、練習でだいぶ、来ましたからね。一度練習はしてます。で、本当にさっきのステージがマジで印象がなかったんで、前回練習時は一発でクリアしてきたんでしょうね、おそらく。こいつ、こうやってギリギリで当てて逃げる作戦をとってます。あー、左にバーって逃げれるときは割といいときなんですよね。
まあ、ただそんなこと許してくれるわけもなく、正直鎧をあの時点で失ってたらもう無理ですからね。あー、下手くそすぎやわ。ここもエビフライが出てきおるからエビフライを倒す。危ない。で、ここのおじいちゃんをなんとか倒す。くそ、鎧なしでは無理か。右 BBB でコンティニュー。何回コンティニューとかもういいですよね。もうそんなのね、数えてたらマジでやばいですからね。まあ50とかはいっちゃうと思うんで、余裕で。あ、しまった、しまった。あー、じゃあなんかちょっと操作が、ちょっと練習していいですか。あれ、ちょっと操作が、あの後ろジャンプしながらの攻撃がなぜかちょっとできないです。こう、あったあった、残念。残念プレイ。いや、こんなはずじゃないんですよ。最初に撃ってきた弾の位置が悪いんですよ。今のも、もうその言い訳なんですけど、最初に撃たれた弾の位置がめっちゃ悪いんですよ。それで、いけるよ。よー、危ね。ゴリ押し。大事に行こう、大事に行こう。ここ大事に行きましょう。ネギ落とすのね。危ない危ない。よし、これで鎧着た状態でおじいちゃん、冗談のおじいちゃんに、これはなんとかなる。危ない危ない。よーらー、冗談のおじいちゃんを撃破。そしてエビフライがこの辺でも湧いてくるんで処分して、で上に鎧があるんで上に鎧を取りに行きます。あれはちなみに鎧じゃないです。ここに出るんですよ。で、出るけど罠があるんで、よーし。そして上におじいちゃん、再び、あ、三度か、三度おじいちゃん。おーし、鎧が生きてる。これはなかなかいいパターン。まあここでもう一回鎧出るんですけど、ちょっと待ってください。この状態からはね、ちょっとね、もう攻略サイトを出し始めてますんで、僕。ここにおじいちゃんいますけど、このおじいちゃんは無視ね、無視ね。で、下におじいちゃんがまだいます。このおじいちゃんとガチでやる。あれ、絶対取ったらやばいやつです、多分。カエルになるやつ。取らない。当然、火も取らない。よし、来た。多分、ボスですね。これね、ドラゴン的なやつが多分来ます。てか、唐突に来ます。おー。で、多分ね、攻略っていうか、この辺で待っといて、危ない危ない危ない、うわ、怖っ。ここで打ち込む。あれ、あそこでもうちょっと打ち込むイメージだったんですけどね。正直今クリアできたと思って、もうちょっとダメージ与えとかないとあかんのかもしれないな。まあ、手応えありましたね。正直手応えはありましたね。この、おっとっとっと。この面に関してはいけそうですね。時間はかかるかもしれないですよ。時間はかかると思いますけど、なんかいけそうな気がする。はぁ、ミス。くそー。くそ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 、こらー。むずい。このおじいちゃんをなんとか無傷でクリアしたい。よし。これ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 。これを待っていた。こい
つはもう慎重に慎重に慎重を重ねて鎧を持ってる時はね、ちょっと本来食らわない敵ですからね。これはもう一発食らっても上等で、よし、オッケー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 。あのロックマンみたいに再度復活するなんてことはないですからね。敵が一度湧いた敵がもう一回復活するっていうのはないんで、その無限湧きの敵は別としてですけどね。ああいうおじいちゃんとかは一回倒したらとりあえずもう出てこない。来たよ、おじいちゃん。おじいちゃんを、くっそ、全然当たらん。全然当たんないっすやん。どんだけ下手くそやねん、おい。くそ、全然当たらんわ。もう、フェイクしやがる、こいつ。くそ、宮城張りのフェイクしてきょんの、これ。湘南の切り込み隊長張りのフェイクしてきますね。一瞬キュンってこう下に来られると、あれ降りてくんのかって思うんですよね。それでジャンプしちゃうともうね、ジャンプ中の制御が不可能なんで。くそー、時間かかるよ、ごめんなさいね、お付き合いくださいね。30分とか行ったら、ちょっと、一旦動画映すんで、それはご勘弁を。もう長くなりすぎたら見にくいでしょ。もう間違いなく長くなるんですけど、これ。もう、もう、おかしいなぁ。おかしいなぁ。こんなもんでボスなんか倒せるわけないわ。ずっと辛いな。このおじいちゃんは倒せないんで、ギリギリ。しゃしゃしゃ。この時間うっとうしいですね。もうすぐ始めたいですわ。ほんまに。もうすぐやらせてほしい。老人ホームに帰れ！くっそー。絶対一発食らうなぁ。レッドアリーマに対して必ず人鎧失ってますね、これ。まずいなぁ。ということはもうここの時点で死ぬの確定やもんな。よっぽどうまくいかないと。あの速さで襲いかかってくるのを一発も食らわず倒せなんてね、マジ基地の難易度でしょ。分かってたことですけど、ちょ無理やって、もうえぐりすぎやって。くそー、おじいちゃん勝てねー、勝てないっす。よし、消えた。あー、おる、あー、おる。あ、一瞬ね、消えよったかと思わすんですよね。くっそー。あのね、消えよる時もあるんですよ、実際は。ごく稀になんですけど、何かその処理がおかしくなるっていうか、消えよる時もあるし、消え、なんか どっか行くっていうか、消える時もあるし、逆に今みたいに消えたと見せかけて全く消えてない時もある。なんかもうそこら辺よくわかんないですね。どういう処理がされてるのかよくわからないですけど。
だからあくまでもその消す戦略が完璧に正しいかというと多分そうじゃなくて、その消し方はあるんだと思うんですけど、それですらもランダム、その消える時も消えない時もあるっていう、あと動きも毎回違うんで、それありきでやってたらダメですよね。お、消せたかな。お、あーおる、あーおる、あと一発、よっしゃー。うわ、鎧残った。これはでかい。鎧残りましたね。鎧残ったから、ちょっと待って、ちょっと待って、鎧残ったから、これはかなりいいですね。下行くっていう手もあります、もちろんね。ここの鎧を温存して先におじいちゃんと戦いましょう。これでおじいちゃんに鎧を取られても、うわー、もうくっそ。くっそ、マジか、マジかよ。残念プレイ、残念プレイ、残念プレイやな今の。鎧を残していたにもかかわらずの。このおじいちゃんを消す。ちょっと消えるんかな。結構戻ってみてじっくり見に行きましょうか。おじいちゃんを一発はダメージ与えてます。おるかな、おるかな。消えてる、消えてる、よっしゃ。あれぐらいまで下がればいいのか。なるほど、これはいけるぞ。この技を応用すればもしかしたら上のおじいちゃんも消せるかもしれないですね。ここの、ここの上に鎮座しておられるこのおじいちゃんも消せねー。でも倒せそう、でも倒せそう。よっしゃー。そしてですね、鎧の場所があるんですよ。鎧がここを飛び降りた先なんですけど、飛び降りた先なんですけど、ここにおじいちゃんがこの真下の段にいるんで、こうかな。これをかわしつつ、あー、この段でなんかしゃがむ、あ、出た出た出た。あれ多分鎧。違う。あー、鎧出てる。おじいちゃんが、あ、こう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 。2発入った、2発入った。よし。このね、ピカピカの王様取ったら、カエルになります。で、要注意ね。さあ、ボス来たよ。1、2発は入れときたいですね、これ。ムカつくなこいつマジで。うわ、無理。え、何発入れたらいいんやろ。ちょっとちょっと攻略サイト、攻略サイト確認。8発だということです。8発か。あー、失敗した。あー、焦った、焦った。もう気持ちが、もう気持ち待ちですからね、このゲーム。あー、焦ったわー。メンタルのゲームやな、これ。FX やってるんです。それなりにメンタルは鍛えてるつもりなんですけどね。さ、やはり勝負どころで、スロットとかでも勝負、そうですけど、勝負どころの目押しをミスるっていうね。ここをリプレイ外しできないと大変なことになるっていう目押しは、まあ、ほぼミスってきた男ですからね。昔の話ですよ。これ、こいつ消せたらな。こいつめっちゃ強いですからね。よし。当たったから、おじいちゃん目を覚ましてるはずなんですけど、あー、嘘ー、こっちにもおったのか、それともループしてきたのか。いける、
よっしゃあ、アップどっちやろ。あっち行きすぎたら多分あっちにもおったんやな。アップねえ。オッケーオッケー。いいよ。これはいけるよ。ちょっと待って、こうで、ここじゃない。鎧が、あれ?おじいちゃんが、おじいちゃんがずっと追いかけてきてる。嘘。よし!鎧が残った!いけるんじゃない?これ。あ、やべ。一発。これは当たらんもんな。これは当たらんっすよね。これしゃがんでかわして、1、2、3、4、5、6、7! あ、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 もうちょいか?よーっしゃー!やったー!よーっしゃー!あざーす!いきなり怖い感じになってますけど、あざーす!ということで、3面クリア !21 分ちょい。まあまあじゃない?僕思ったより早いっすわ。まあまあですね。オッケー!ありがとうございます。じゃあ、4面に向かいますので、よろしくお願いします。とりあえず攻略サイトをさっき左に表示させたいと思います。左にというか自分のデスクトップ画面に表示させたいと思います。はい。では、ありがとうございました。